とうね本当にいやもう全然ホ本当に軽くインタビューで答えてもらうだけだから全然バラエティーとか好きなんでああそうなんだはい嬉しいですすごい元気いいねああホですかああ座っちゃって座っちゃってすいませんすいませんへえかわいらしいえ嬉しいえと年はいくつなの26です26歳はいあまあまああれ行ってるんだねあ本当ですか学生さんかと思いましたよえ嬉しい えすごい可愛らしいはいあの外の人にも聞いたと思うんですけどはい軽くいくつか質問させてもらってで謝礼をお渡しするっていう感じになりますえなんかいいんですかお金とかもらっちゃって申し訳ない全然いいよいよ全然ありがとうございますはいあのじゃあ一つ目の質問なんですけど下の名前はちなみに何て言うのかな琴音って言います琴音ちゃん い,いい名前だねかたちゃんありがとうございますあ、えー、とちなみに今、えー、26歳ってことはお仕事されて4年目ぐらいですか、はい、あそうですねはいちなみにお仕事の方はジムをやってますあジムなんですね、はい、うわでもジムっていう割にうわでもやっぱジムっていう感じのなんか清楚系な服ですね本当ですかちょっと暑かったんで、はい、今日暑かったんで、はい あー暑いですよね最近いや最近暑いですね暑いとちょっとこう下着がねこっち透けたりするじゃないですかえし下着が結構透けたりするじゃないですか着まあ着はいあーまあ分かんないですねあ,<れ>あるかもしれないですけど中の下着はこうもう見せちゃっても大丈夫な感じなんですかえどういうことですかこうなんか透けてもまあ大丈夫かなみたいな下着なんですかそれは、まあ、特に意識はしてないですけどあ、そうなんですかはいちょっと下着だけちょっとだけ見せてもらうことってできます えいやあの謝礼もあのしっかりお支払いするんでいや無理ですいやあの本当に5五千円5千円5千円5千円,5千円でお支払いするんで本当に本当にちょっと上の紐のとこだけでもいや無理ですいや本当にお願いちょっ、あのー、いや嫌ですいやきっちりじゃ一1万一万出しますんでえそのしっかり下着しっかりした下着だけ見せてもらえればもう1万で終わりですそれだけですそれだけでも買ってあの、はいただいていいです お金あげてってなんかどんどんエッチなことやるみたいな。うん、いやいやもう本当にあのバラバラエティ番組なんですよ。我々。え本当ですか？あ本当に本当に本当にそうですよ。えどんどん値段上げてってエッチなことしていくでしょう？あいやいやあの本当にネットのバラエティ番組なんで。え本当にえ違うでしょ絶対やるでしょ。いやじゃ全然そんなことないですよ。ううす絶対そういうことしますよ、ね。しない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 です。値段上げてってエッチなことしますよね。いやしないしないですよ。あ本当に本当にバラバラエティなんで我々。え本当にバラエティーなんですか？はい。 え、そういうエッチななものじゃないんですかまあ本当のこと言うとちょっとアダルトビデオなんですけどこれはぁまあまあまあでも本当にあの10万10万差し上げますんでどうですかね10万でどうすか1回だけサクッとねサクッと10万で1回サクッといいわけねえだろバカ野郎

カせカせラカセカメ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 ラカてくださいカメしてくださいカセしてくださいすいませんすいませんホンにカしてくださいホつトにカセですミネはいすいませんもうなめてんのかマジで許してくださいおかしいだろ本当にごめんなさい社会人になってこれ変でしょ普通に考えてすいませんあ会社どこだあとダブルセックスですダブルセックスはい AB 会社。上のやつ今電話つなげて話させろそれだけ頑張ってください上のやつに繋げろいいじシャまああのたくさんたくさん払って、三十万払う30万払って。いや金じゃねえんだよこういうのいやそれホントすいませい上のやつに繋げろって言ってんの本当にごめんなさい言うてくださいダブルセックスねはい分かったじゃグーグルマップでいくわいやちょっとホントに行くから本当,本当にごめんなさい行くからお すいません、梅沢さん。今からやばい女いきます。逃げてください。逃げてください。いやー、そうじゃないです。やばいっす。逃げてください。今すぐ逃げてください。